えー、皆さんこんこにちは山中ですええー、まあ、えー、の皆さんも今日本は急にね総裁選の話が起きてきてますねそれで毎日毎日朝から晩までテレビや11人も出るってうんでねまあ僕ははっきり言ってねこれまあいろんな若い人もね出てるしこれまで名前出なかった人も出て11人出てると、まあ、そのうち6人は接種なんだよね。 うん、まあ二世さん、3世、議員もいる、うんまあ、はっきり言って、でもこういう人たちね、僕はあんまり全然、誰になっても確か変わんないと思ってるんですよ、まあ、保守派はね、やはり高橋さん、まあ、僕はあの中で見れば一番高橋さんはね、われわれの考えに近い、こういうことだと思いますがね、ただね、誰になったってね、世界に影響を与えない、アメリカ大統領選は違う、11月5日、ハリスかトランプかで、180度変わりますから、世界が変わりますから。 まず第一に戦争は継続する。これはバイデン・ハリス政権の方向だから。トランプは戦争をやめさせる。もうこれはもうずっと言ってるから、あの2年前から。まあ、極端に簡単に言えば、ゼレンスキーに、ね、ウクライナ金出さないってなったら戦争は終わるんですよ。で、あとはプーチンと話しつける。トランプはずっと昔からプーチンと話、よく話して,してる間柄だしね。まあ、ゼレンスキーもただ言うことを聞く。 まあ現はそういうことなんですが、ちょっと今、最新の情報が昨日、今日、急に動き始めているので、皆さん、毎日ね、今起きてるの,あの例の8月の半ばにあった、もう今、9月、ねこれが放送されるのは9月の多分第2週かな、そのあたりで、まだ日本のメディアを見てたらね、ああ、ハリスすごいぞ、急にすごいぞ、ああ、すごいぞってね、いや、確かにご祝儀相場だからね、あるんですよ、数字は高い。 一応トランプを追い越したという数字が出ているけれども若干、もう今日、昨日この今、取っているのは9月5日なんだけど変わってきていますね、市場、ね、の流れが一気にガーっと上ったと見えたのが場は終わるだろうと言われているわけ、中身ないからねメディアのメディアジャックだから日本で言われる。 ねメディアックって英語にはないんだけどね。<laughs> メディアックハイジャックされたって日本語でね。だけどこれが起きてるだけの話なんですよ、アメリカ。そしてそれをまた同じように日本のおマスコミさん、ね、翻訳、優秀な翻訳者さんたちがいっぱいいるんでしょう。うん。訳してるだけ。じゃあ、まず第一番目にいくつかの特徴を言いましょう。これね、やっぱりあのー、いっぱい調査。 ね、セレブ調査の会社があって大手どころはニューヨーク・タイムズだとか CBS、ABCCNNFOX、ねうんまあ、いろいろあります、保守系あるいは、ね、中堅どころであまり有名じゃないけどよく当てるっいうところもあります今回はね、ねいろんなそういうものの数字をまた別にして CNN というね一番トランプとは敵対関係の民主党、バイデンカマラ・ハリスよいしょよいしょの一番 大これはいくつかただその中でさえ今でもトランプじゃなくてカマラ・ハリスが圧倒的有利だ有利だって騒いでるその本家本元がね昨日今日のニュースこれアメリカの今日の CNN のニュース9月アメリカは4日の時点のね風向きがちょっと違うぞっていう報道の統計の数字なんですこれ日本は多分出さないでしょう ハリスにちょっとでも不利になるのは日本は出さないからね。だけど、そのアメリカの本元のところでそういうふうに出してるよ。これを皆さんしといた方がいいと思いますよ。最初のところはこれ後から出してもらいますけどね。えー、これはね、まあ、アマングライクリーボーターズっていうのは、つまり有権者で投票最もしそうな有権者の投票と、特に6つのスイングステーツ、激戦州です。要はここの州がどっちに転ぶかで、 決まっちゃう要は、これも日本では少し勉強してきて、スイングステーツの6週7週で決まる。これぐらい日本のマスコミさんもね、まあ報道してますわ。うん。ただね、まあ、その中でほぼ互角か、あるいはハリスが上回ってる。これが今の日本の報道ですが、CNN はいつもそうなんだけど、他,他の、まあ、アメリカのスマスコミはね、そのスイングステーツが1ポイント2ポイント上か下かだけじゃなくて、そこのスイングステートの人々に、 そのあなたたちが一番投票する際に重要だと思える項目は、例えば経済なのか、例えば中絶問題なのか、例えばあインフレ、まあこれ経済に入るけどね、あるいはあ戦争、外交問題なのかとか、ね、いろいろあるんですよ。その中で、やはり一番今回の 選挙で重要だと思えるトップに行くのはやっぱり経済問題なんです。人々は生活苦しいから。日本のマスコミが言ってんとアメリカの景気がいいなんてこの3年言いまくってきた逆ですよ。僕の周りの経営者たちは全然そんなこと言う大変な人たちが多いよ。うん。で、そういう中でですね、えー、今回、えー、その数字をこれ今出してもらいます。えー、要は6州、アリゾナ州。 激戦州ね、全部ね。ジョージア州、ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスコンシン。これ全部、前回もそうだけど、今回も、いつも共和党、民主党、どっち転んでもおかしくない、どっちかに転ぶということで、それで結果が変わっちゃうんです。大統領選はこの6つ、もしくは7つの州が、どっちに転ぶかで決まります。それぞれの州が持つ、選挙人、選挙人の数ね、州の大きさによって変わる。カルフォルニア、 人口が今少し減ったから、前回55人が今54人かな。圧倒的に多い。うん。ニューヨークなんで次、ね、テキサスが38人だったかな。30、そうですね、40人近いんですね。これも大きい。人口ですからね。大きいところね。そういう中で、このアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスカンシンってね、ペンシルベニアだけがかなり多いんですよ。えー、他もまあね、小さい州でもないんだけど、その中でね、 アリゾナで経済、特にこの6つの今の言った州の中で、経済が最も重要だと思われる経済で、えー、全般的にね、経済を除いて現在の状況では、見たら、左側見たらね、トランプが5ポイント勝ってる、ハリスにね。ところが、ジョージアはハリスが1ポイント勝ってる、ミシガンに至ってはハリスが5ポイント勝ってる。 ネバダも1ポイントハリス買ってる。まあ、これはあの、CNN のね、えー、統計なんですね。えー、ま、あ場合 SSRS か。これちょっと、僕もよくこれわからないけど。そして、えペンシルベニア一番の重要種と言われる。ここが転ぶか、どっち転ぶかでかなり変わるんですよ。ペンシルベニア。これはタイ。タイ。全体的にはね。そしてウィスコンシン。ここもハリス6ポイント。えー、つまりね、ミシガンとウィスコンシンっいうのは昔からも非常に 民主党州州なんですねブル,ーだブルーの州ただこれはね全般的にそうだけどこの右側経済に関して言うとアリゾナの経済に関して言うとねトランプは15ポイントアップなんですよジョージアハリスが1ポイント全般的には勝ってるんだけどトランプは4ポイントプラスなんですミシガンハリスが勝ってるところでもトランプ5ポイントアップ ネバダに至ってはトランプ16ポイントアップネバダっていうところね非常に有色人種が多いスパニッシュ系が多いラスベガスがあるでしょあそこで仕事があるからねサービス業あそこへ働きに来る一発を狙ってくるね新規移民の人たちも多いんです黒人スパニッシュ層こういう人たちが多いそして経済やはり柔軟性経済悪いから、えー、ラスベガスも景気良くない ね、そしてペンシルベニア、なんとトランプ8ポイントアップで最後、ウィスコンシン、トランプ2ポイントアップ、ね、こういう数字並んでいるこれ重要なポイントじゃあ次のチャートを見ますねでね、ーマンアマング・ウォーマンというのはね女性票女性がどのぐらいハリスか、ね、誰に入れるトランプ入れるかこの場合ねハリスかバイデンかでね2020年にバイデンは女性票を、まあ、かなり予想より取ったと言われています。 その場合に、これも同じくアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスカンシンなんだけど、2020年のバイデン、プラス3ポイントだったんで、だけれども、アリゾナも一応今回プラス3ポイントということで、えー、まあまあ、女性票はね、取れてるんです、これ見ると。ね。ほぼ変わんないですよね。アリゾナ、ジョージアね、バイデン。例えば、あ2020年、 女性票ポポイインントトアアッッププだったのがハリスは10ポイントアップでしょでミシガンに至ってもバイデン14ポイントアップだったのがハリスが16ポイントアップネバダもそうです、ね、10ポイントアップで、えー、ハリスは16ポイントアップということでこれ全部見れば、ね、ほぼ大体、えー、同じというよりもプラス若干それはバイデン男だしバイデンに投票したくないという女性は今回ハリスに投票する女性はまあまあ多いよとこういうことですね。 さあ、3番目のチャートですね。えー、スライド。これはね、えー、アマンメンタンズ。男性票です。男性票だとね、これ大きくね、えー、違うの。2020年のトランプは男性票2ポイントしかアリゾナではなかったのが現在、プラス14ポイントなんですよ。大きいですよ。ジョージア。 これはね、まあトランプ当時12ポイントアップがトランプ今今年10ポイントだからそれほど変わらないね。これも誤差の範囲でしょう。ネバダ、これ大きいね。ネバダの男性票トランプ5ポイントしかアップじゃなかったのが今回18ポイントアップ。これ何らかの理由でネバダがこれだけ高いのは僕ちょっと分析がまだ出てないんで分からないんですがあるんでしょう、理由がね。トランプって人やっぱり男性人気強いですよ、ね。強いですよ。女性よりね。うん、やはりあの、 非常にこの強いリーダーシップのタイプだからね、女性もそういう人、好きな人多いんだけど、男性にはやはり、あの弱々しいおじいちゃんのバイデンよりは、あるいはカマラ・ハリスという、ああいう人よりは、いい、高いんじゃないか、こういうことでしょうね、重要なペンシルベニアね、やっぱり一番重要州と言われるここが、トランプ11ポイント悪くなかった、前回もね、2020年、だけど今回は15ポイントアップ、それ以上にアップしてますね、ウィスコンシンはそう変わらないですね。 うん、つまりこの、うんでさあ、4つ目ですね、これね、アマグ・ヒスパニック・ボーターズっていいます、つまりね、これはスパニッシュ系、ヒスパニック系は非常に大きな鍵を握るいつも言われています。えー、なぜか、人数が増えてるから今、一番人口、黒人票より多いですから、人口比率で見るとね、ちょっと前の数字ですけど、黒人,票はあ黒人の全体のアメリカにおける黒人の比率は11%に対して16、16%まで黒人。 ヒス,スパニックの数はねスパニッシュ系の人の数メキシコ系とかね中南米から移民する人たちの数は16からもう現在18%カリフォルニアンでも20%とっくに超えてるもう半分近いようなシア州もあるそういう中でどうでしょう2020年バイデン24ポイントだったんですよスパニッシュはねだからバイデンはかなりスパニッシュは取ってたなぜか簡単に言います 基本的にスパニック系、ヒスパニック系というのは、基本的に長い間民主党に入れてきた人たちなんです。民主党の運動員たちが、スパニッシュ系の運動員たちが、あの、黒人と同じでね、やっぱり一番下の方ですから、えー、まあ生活本をもらったり、それ近い、労働者階級、ブルーカラーですから、そこへばらまくんですね、福祉だとかお金をね。なので民主党に行くんですよ。 それが2四ポイント、二0 2 0年はそれで非常に強かったんだけど、今回ハリスには6ポイントしか行ってないんですね。アリゾナはね。そしてもう一つのネバダ。ラスベガスのある。ここはバイデン26ポイントは、やはりハリスは今回も、まあまあ20ポイントだから。それほど悪くはないのかもしれない。スパイシュはね。うん。だけど若干は落ちてる。トレンド的にはね。さあ、これが、最後の重要な まあ、無党派層です。アマグインデペンデントですよ。インデペンデント、今ね、アメリカで一番大きな党は、この無党派党と言われています。無党派層の、一番数が多いから。民主党よりも共和党よりも、この無党派層の方が数が多いんですよ。日本もそうなっていると思うけど。そうするとね、ここがどっち転ぶかで変わるんですが、現在ですよ。いいですか。2020年の、 段階では、アリゾナはバイデン9ポイントアップだったのが、アリゾナにおいてはトランプ14ポイントなんです。そして、えジョージはプラス9ポイント、バイデンね、バイデンが9ポイント、それがトランプ3ポイントアップ。ミシガンもバイデン6ポイントがトランプ8ポイントアップで、そっから下のネバダ、ペンシルベニア、ウィスコンシンではね、現在、え3ポイント、20ポイント、4ポイントで、 あのいわゆる無党派層はね、やはりこの五分五分ですね、タイですね、ちょっと私、気をつけなきゃいけないのは、このペンシルベニアの票が、無党派層が20ポイントアップしてるっていうね、つまりこれはトランプが20ポイントダウンということでしょうから、これはね、非常にちょっとトランプに関してはここはね、うん、あれだなと、一番重要な州ですから、まあこういうことだと思いますね、簡単に言うと、大まかに言うと、現在、まだまだこの数字わかりません、動きます。 今この時点で60日切ってきてますからアメリカは11月5日の選挙日に対して今アメリカは11月4日ですからそうしますとねあと2か月60日の間でいくらでも動きますいろんなファクターがあって動きます現在のところでトランプは32回のインタビューをこの2か月ぐらいで受けていますカマラ・ハリスは1回だけ CNN の16分のインタビューを受けてこれもかなり散々でした えー、CNN には珍しくきつい質問をする女性インタビュアーがハリスに向かってあなたはこういったことを前回言ったのが今全部どんどん前言翻して例えばフラッキングっていうねフラッキングはアメリカのいわゆる、ね、水圧で穴を深く掘る工法なんですつまりこれによってシェールガスシェールオイルがね取れるようになっちゃったんですよ ただこれ、自然に、健康、環境に良くないなんか言われてね、非常に、フラッキングは、グリーン派、環境グリーンにね、あ、全部禁止させろって言って、それでね、バイデン政権も、カンマラ・ハリスも2020年に、勝つ前の選挙公約で、私はやらないって言ったんだけど、これをね、言っちゃうと、この水圧、あの、深く掘る工法、フラッキングをやめるとなるとね、ペンシルベニアとかね、この非常にたくさんのオイルが取れるところなんです。 重要なな州ででこここを落ととすってことなんですよ民主党は、だから彼女は前言を翻してるんです、こういったようなことをね、なんであなたはそれをやったんですかなんて、ね、かなりきつい質問を CNN やった、まあそういうことの中で、えー、かなり今、化けの皮が剥がれてる、これが今、現状だと思いますね、えー、今日はこれにしたいと思います。どううもありがとうございました